ゲジビルヘルム、または、ゲオルクビルヘルムは、レグニツァ公国及び、ブジェク公国の統治者。レグニツァブジェクボウフオアバコーフリスティアンの長男で、母は、アンハルトデッサウコウ、ヨハンカジミールの娘ルイーゼ。父フリスティアンは、ポーランド王やセ世カジミエシュに、子供ができないことを知ると、ポーランドの次期国王に立候補しようと考えた。 保守的なポーランド貴族たちの行為や支持を得て、国王選挙に勝利するため、フリスティアンは、当初、生まれたばかりの自分の息子に、ミエシュコや、ボレスワフといった古いピャスト王家の先祖の名前を、付けようとした。ところが広告内のカルバン主義者たちはこれに反対し、公爵のそのような発想はポーランドから、異教主義を持ち込むだけだと主張して思いとどまらせた。しかしフリスティアンは、 息子にポーランド語を教え、ポーランド人の服を着せて育てた。1663年と1664年に、父方の叔父である、ブジェク公イエジ3世とレグニツァ公、ルドビク4世が相次いで死ぬと、イエジビルヘルムは、父が受け継いだ広大なレグニツァブジェク広国のただ一人の相続人になった。このため、イエジビルヘルムは幼い頃から大事に育てられ、優れた教育を受けた。 しつけは、区内長官、フリードリ・ヒホン・ボーメント、G ・エンリケ・マルティーニが担当した。幼い頃からの英才教育のおかげで、イエジ・ビルヘルムはドイツ語、フランス語、ラテン語に関して、極めて造形が深かったが、話せる言葉はイタリア語、スペイン語、ポーランド語だけだった。また、神学や哲学、修辞学も学んでいる。1672年に、父が死ぬと、 12歳のイエジ・ビルヘルムがレグニツアブジェク校の地位を継承した。彼が未成年の間は母親の公爵未亡人ルイーゼが摂政を務めた。間もなく、ルイーゼは息子を学業のためにフランクフルトに留学させた。摂政政治は、ルイーゼが大っぴらにカトリックを信仰していたため、広国内のプロテスタントたちの怒りを買った。公爵の姉、カロリーナが、 シュレース・ビヒホルシュタイン・ゾンダーブルク・ビーゼンブルク公、フリードリヒと結婚してカトリックに改修したことは、広告内で大きなスキャンダルとして取り上げられた。1675年3月14日、イェジビルヘルムは広告で申請を開始することを宣言した。1ヶ月後、イェジビルヘルムは申請ローマ皇帝レオポルト一世に正式に神獣の礼を取るため、 ウィーン宮廷を訪問した。イエジ・ビルヘルムの申請が始まって間もなく、母ルイーゼは、家父ボウフを息子に返還する予定になっていた。ところが、若きイエジ・ビルヘルムによる知性に寄せられていた多大な期待は、彼が1675年11月21日に、休止したことで断ち切られた。死因は、狩りの後に熱を出したことで、これは天然痘の初期症状だった。 イェジ・ビルヘルムは、レグニツァにある西安教会にある父の棺の隣に埋葬された。マゾフシェ公国は1526年に統治者の家計を絶やしており、1653年にはチェシン公国も同じ運命をたどっていた。このため、イェジ・ビルヘルムは700年以上にわたって続いたピアスと、ュ出身の最後の統治者となった。彼の死によって、レグニツァ・ブジェク公国は、 オーストリアを頂点とするハプスブルク君主国が支配していた神聖ローマ帝国領に併合された。これは、エジ・ビルヘルムの書室の叔父であるアウグストレグにつき、伯爵の広告継承要求を無視して断行された。公爵の母親ルイーゼは、ボウフとオアバを領有していたが、1680年に彼女が死ぬと、これらの領地も神聖ローマ帝国領に組み入れられた。 イエジ・ビルヘルムの兄弟でただ一人生存していた姉、カロリナは1707年に死んだ。シロンスクの諸行達の家系は、ピャスト家の分子として17世紀以後は、シロンスク・ピャスト家と呼ばれていた。イエジ・ビルヘルムが15歳で死ぬと、母ルイーゼは、レグニツァに、息子のための霊病を混流した。霊病の祖籍には、彼が、シロンスク・ピャスト家の一員だったことが刻まれている。 ピアスト調という言葉は、ポーランドの歴史家、アダム・ナルシェビチが、1779年に、著書、ポーランドの歴史において、初めて使ったものである。ありがとうございます。